カウントダウンしていきます。残り10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、潜っていきましょう。そう、ぴったり 75% っていうのが一番いい条件だと思う。 100% あるのはね、割と危険なんだよな。やっぱり神は神だ、強い。ありがとうございます。なんとかね、この究極最大マージンのこの火力地獄になんとか今2連勝してるけどね。バチ狙いで狙われるからな、この通常部屋は。チーム部屋じゃないから、それがマジで痛すぎるのは超わかる。そう、バチ、うわぁ、30人ぐらい光ってた、これやばいかな。大体戦やれないです。今日は、少なくともこれ個人戦というか通常部屋でやりますね。でもまた全然チーム戦もやりますよ。ほいほい、ほら 75% プラスアルファは一番最悪な条件なんだよな。ほい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 、すごい光ったね今のな。今のこれ過去最高に光ったんじゃない、もしかして。ほい、今のは新記録いってそうだよね。であの人ちょっと過激してるから外しとこう。ほい、ほう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 、はい。10分待って経験安定の。まあでも俺はちょっと一応火力ちゃんと置くとこは、一応ちゃんと火力置くとこ。ほい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 、33人、やばやばすぎる。まあとりあえずウルトラしてるかな。俺ウルトラしてるっていうのもありだな。ほい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 、ちょっとまあそんなに速度は出さずに、このまま若干まったり気味でいった方がいいかな。これは無駄に体力を消耗する必要もないから。おい、中開けくもみんなやっぱりもう休憩モードだな完全に。おい、3分の1はやばすぎだね、光ってる人数が。今のそのこのスナイプ部屋で早くね、その猛者も刺さってしまった人も結構いると思うから、普段光るともむしろ光ってない、あの光らなくなってるっていう人ももちろんいるのにもかかわらず33人も光ってるっていうのはやばい。おいおい、おら、ナイス、とりあえずいいとこだけど。おい、今下さん業13万人おめでとうございます、ありがとうございます。おい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 、そうだね、4時ラインからウルトラ回休憩、俺ウルトラしてよ。とりあえずウルトラしてる。こう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 、で DT 放しといて3人分。しかしタゲゲー来た場合は一応ちゃんと送っておく。タゲゲーの条件が来た時は送っていかないと。ほい、そこは徹底していこう。ほい、2人かでもそうでもねえな。これ休憩実際強いよ。あんまりね無理にやりすぎるとバチ変に手に入っちゃうからね。バチ変に手に入ると逆にあのマージン入った時のバチのように強敵になっちゃうんで、割とまずいところではある。はい。ほう、ほう、はい、ほい、ほい、ほい。ああ、そっか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 。キラキラ取れることはないのか。そういや、言われてみればそうだった。忘れてた感じ。ほう、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 ほう。はい。頑張って、頑張ります。さあ3人分のタギタギギしてるけど、あの人もタギギしてるな言うて。おっとずれていく。なんかエルミノが芸術だな。ほう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 、パスワードマッチばっかやってるからちょっとそういうところも忘れてるわ完全に。ほい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 、うん、やっぱマージン部屋は100集めないで75でもう体勢重視しまくるのがいいのかなとは思うよな、本当にな。ここまでマージン張るのが早いとなると、さすがに75は欲しいから75を集めて、まあバッチを取る意識よりは超究極体勢重視からの立ち回った方が強い説は容易であるんだよな。ほい、ほら、はい、ほら、おりゃ、おりゃ、
それを引っかけながら、友人と配信見てます。隅に、対戦潜るのでよろしくお願いしますと。こちらこそ対戦よろしくお願いします。コング D さん、コング D さんも200円スパでですね、ありがとうございます。おい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 、オキミス楽しい。オキミスした時のリカバリー、うまいリカバリーを見せるのは確かに俺は楽しさはあるけど、オキミスの海はさすがに楽しいとは感じたことはないな俺な。おいリカバリーの見せどころをとは思ってるけど、おいそうね。まあでもパフェはこの先切りしてる状態はまあ取らない方がいいっていうのも実際あるね。まあぶっちゃけまあこの状況取ってもどっちでもいいけど、おいおい、たまにか、隅にじゃなかった、失礼しました。はい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 、たまにって読むんだな。正直この辺バッチ重要性低い、それなんだよな。結局やばいほどマージン入って、もう中央無尽に火力が飛び交うから、もうなんか総裁というか、とりあえず分割して耐えて展開取れるところで取るっていう戦法が強いよな。明らかに無理やりね火力で張り合おうとするとね、どこからでも12ラインが飛んでくるから、むしろ悪手まである。おい、ほらバチの取りすぎも要注意だね。おい、キラキラが綺麗だね本当にね。クリスマスに、クリスマスも近いからふさわしいかもしれない。おい、あの人タゲゲーしてるな、タゲゲーしてるが、さあどうなるか。おいおいおい、なんかいろいろずれてるけどまあいいでしょう。いつか行きそうだよな、残り52以下で最大マージン。はい、52以上か、全然減ってないしね、まだ80人いるしね。はい、さあタギゲー対タギゲーのこの正規マス火力。はいはい、一生火力送っても一生火力返ってくるんだけど12年、これがタギゲー対タギゲーだ、やばすぎる。はいはいはい、はい火力でしょ、また火力、はいまた火力、ほらほらパワーワードすぎる。休憩中、みんな休憩してるね、休憩でも大事だ、本当に強い、めちゃくちゃ休憩強いと思う、体力の温存は大事。ただタゲゲしてる時は一応バチ取れるチャンスなんで、タゲゲしてる時のみはちゃんと火力を送ることが大事。バチの取りすぎはしかし危険、難しいところではある。おいおい、今日最長何分、まあ、25分ぐらいはさっき言ってなかった、最初の部屋の方が長かったかな。おいおい、そうですね、これスナイプ企画ですね。ほら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 、おい、いやーインフレ、その無理しないでくださいね、トニーティーさん、おやすみなさい。ほらおいおい、おりゃおりゃ、はい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 、長瀬には本当に長瀬だよ、長瀬太郎さんだよ。おいおいおい、ほうほうほう、でとりあえず火力は送っていこう。おいおいおい、やはてなではないんですよね、やはりに、しかしね、おいおいおい、誰わからない、架空の人物を言ったかもしれない俺、ほい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 、なんかもうノリで言っただけ。おい、もしかしたら架空の人物の可能性も高い。おいほいほいほい、おらおらおら、ういこれなんだ、これは通常部屋っすね、通常部屋のスナイプ機関。おい、わかんない、いるかもしれない、なんかもうノリでいただけだったからな、ちょっと調べとこう、長瀬太郎さんもしかしたらいるかもしれない、そしたら下化できるわ。ういういういおら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 、ほい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 、さあ4人分のタギゲだが、相手もタギゲしてるんだよな、バイオリンの人かな、マジで。ういそう、その人のことだったんですよね、つって。知ったかみや。ほら。
ほい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 。あ、博士太郎さんか。ちょっと違ったな。ほい、ほら。創造神、新しいかもしれない。おい、ほい、ほい。博士太郎さんは釣り針の方です。ほい。そう、その人のことですよ。ほら、ほら、ほら。相変わらず減ってる。いや、まだ72以上いんのか。やばい、これ。これは最大マージン52以上でいくんじゃないか。はい。あー、なるほどね。まあ確かに頭悪い説はあるな。まあいいや。ほい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 。ほうほう。あれ釣り針じゃないのか。あー、あゆ釣りか。調べてあげた。なるほどね。ダメだ、もう漢字が読めてないからわけわかんないことになってる。ほい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 。フィッシングマスター出てきた。どういうことだ。ちょっといろんな永瀬太郎さん結構いそうなお名前のかあれ人物の方ではありそうだからね。普通にたくさんの永瀬太郎さんが出てきそうではある。ほいほいほい。初見で初見再出したい。おらおら。一生タゲゲしてるけど、一生タゲゲで帰ってきて、これの無限ループが繰り返されてるな。うい、うい。バッチ一番持ってる人が俺と同じくらいか。なるほど。うい、うい。この人数でもマージン入ったのか。やばいな。うい、うい。貫通してくるのがまあ当たり前。うい、うい。搭載返しながらだと貫通してるのかどうか分かりづらいっていうのはあるけどね。おい、俺多分神にやられた。マジか。タイヤでした。おい、73人。いや、これワンチャンあるな。残りで、あの人ちょっと限りすぎ。これ外しとこう。おい、おい。残り52以内に52人以上で最大マージンワンチャン出てきた。はい、それとどにしよっか。だんだん語彙力もなくなってきたわ。はいはい。初見でこれ見ると感覚やばくなりそう。本当はね、試合時間これの3分の1ぐらいですよ。はい、俺がやってる普段の試合の3分の1ぐらいの試合の速さなんで、下手したら4分の1ぐらいまであるかも。はいはいはい。感覚がおかしくならないようにはしたいところではあるよね。はい、語彙力ないのは確かに元からではある。これはあながち間違ってないわ。おいおい。とりあえずその目にしとくか。あの人できれば倒していきたい所存ではあるが。はい、背面でもバッチ取りすぎてもあれなんで、まあどっちでもいいかなって感じか。はいはい。ほらほら。ほう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 。まあ、マージンもうプラス6来てんのか。半端ねえな、ガチで。うい、あの人タギギしてる。その人もタギギしてる。はい、こんなところでの安定はもう不可能だな、本当にな。とりあえず3人分で火力を送っていこう。はい、今の1ライン送っただけでももう8ライン9ラインぐらい飛んでるから。8ラインか多分。はいはい。フィエストでも配信されたらいいね、本当にね。あわよくば。まあでも移植はなさそうな気がするけどね。スイッチでめちゃくちゃ売れてるし、まあ神ゲーだからこれは売れるよ、普通に考えて。多分パッケージ版も、ちなみにこのゲームってパッケージ版もあるんですけど、パッケージ版の方も相当売れてるんじゃないかな。一応有料コンテンツが入ったパッケージ版の方ね。ほい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 。詳しくは分からないけど、あの人がバチ 50% だったのか。なるほど。ほいほらほらほら。とりあえず俺も50にはなったけど。ほら
飽きそう。いやー飽きないんですよねこのゲームね、本当に不思議なことにテトリスっていうのは。少なくとも俺は飽きないな。はい、はい、送っておくけどすぐ帰ってくるのが当たり前、そして12台も当たり前、一生来る。はい、ソフドラやっぱ押すぜ。ソフドラだとなかなか展開取れねえな。はい、あの人しっかりターゲット外しつつ送ってきたりするな。あれロイ君かもしかして、可能性出てきた。はい、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 ほらほらほら、はい、あーちょっと外しとこう、タゲ消しすぎな、無理だ、ちょっとタゲの数が若干俺が少ない。これは行こう。はい、と思ったけどあの人の方がタゲ消してるか、やめた方がいいなこれも。ほう、はい、うい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 、冒険買わない買うけど、なるほど。ってことはあれはかの伝説な固定のウイショータかもしれない。おい、でちょっとこれやばいな、若干どうしたらいいかなこれ、ちょっとむずい。おいおい、オーケーナイス、うわおい、お二つなつけてもいいよ、固定のウイショータっていう。神雨宮太陽、立ち回りのロイ、固定のウイショータ、強気な強気のドレミ、反逆のまっちゃんすげえ適当に今二つな考えたけど。おい、おっとスパチャありがとうございます。ちょっと待ってね。おい、おら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 やばい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 、ちょっと待てよ、あれやめておこう。ほいほいほいめちゃくちゃ適当に考えた今、俺だ。おい、やばいやばいやばい、こうこうこう、四天王の二つなもしかして決まったってある今まで。おいおい、狙ってくるね相変わらずね。おいおい、はいはい、もう変わらず露骨に狙ってくるね。俺も行くか。おらおらおら、はいはい、36位タイヤで入ったやりでした。うう、お互いバッチがまあ 50% 同士で合うから結構先打ちゲーではあるんだよね。やばい、それはまずい、この状況でそれはまずい。ゴリオ試験も入ったのか、強いなあれは。ウイショータ君っぽいのがゴリオ試験手に入ったのは強い。人権、いや人権はないな、大丈夫な、人権はさすがにない。ほら、はいはい、ずれた。はいはいはい、ずれてはいるけどこれでいくか。はい、おい、でもまあバッチありすぎると逆にリスクもあるっていうのはあるから、まあ50で撤退してるのもありっちゃありだよな。そうです。はい、闇が相変わらず本当にすごいよね。一応まあ搭載はできるけど、あの人ちょっと外しとこう。でもういは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 い、
ここで借りましたか。余裕で最大は入ってるから、もう超究極砂丘中、人権も取ってんのか、どうなんだろうな、あれ、タギゲーもしてるってなるとやばい。人権タギゲーは強いな。タギゲーしてるってことは、でもさすがに固定で狙ってくるってことはなさそうではあるけど。こう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 。ターゲットがいなくなっちゃうから、防御も薄くなっちゃうから。75は欲しいな、でも。はい。ああ超究極タゲゲしてるな、あれはまずいか、さすがに。ああやめといた方がいいね、あのタゲゲはちょっと人権のあのタゲゲは最強すぎる。なんで人権でタゲゲしてるんだ。ほらおっと、さらにスパチャありがとうございます。ちょっと太陽が見えなかった。はいバチゼロの配信二つなが悲しすぎる。はい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 、冷静に積んでこれでいこう。いやーもう本当にワンミスシミュレーションになるな。とどめ位置で、はい、消してんのか。人権でなんであんなタギゲしてるんだ。ウィショウタクっぽいな。ちょっと人権でのあのタギゲはずるくないですかって言いたいけど。おい。ほら、あれはちょっと手出せねえな。あれやべえぞマジで。はい。あの人タゲゲはしないけど刺さっていたな、とりあえず。はい、貫通してきた。まあ当たり前で、やめろ、それまずい。さあこれはどうしようかな、ちょっと困ったな、いろいろと困ったな。はい、うわTスピン作んない方がいいな。 Tスピン作るとちょっと後々の受けが狭くなる。はい、どうしよう。うわー、あの人もタギゲすんのか。ちょっと待って、あ、でもそれもっとやばい。75は取れた。ただ耐性強すぎるな、これ。耐性最強だぞ、あれ。人権でタギゲで耐性が最強すぎはあるか。
俺ホールドしてたか。いや無理かなこれ。一応掘れる、一応掘れる。とりあえず分割はしとこう。一応掘れる、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 一応掘れるよ。ただあの人超究極多言流するな。これとりあえず置っといて、はいはい、貫通してくるか。やっぱりこれ強気に切るしかない。ただ掘れる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 けど貫通してきた。そこで貫通すんな。あの人ちょっと外しとかないとやばい。バッチゼロだな。掘れる掘れる掘れる、まだ掘れる、まだ掘れる、まだ掘れる。待て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 、体勢が、体勢、体勢絶望的だな。あの人連中動きしてるし、もうこっちに穴来るか。いやーどうしようこれ。容認したくなかった今の。バッチゼロの方が一応行きやすいっていうのはあるね。あの人の方が連中国 TV の置きミスしたぞ。あの人置きミスしたけど、はい、こういけるんじゃない。 TV の置きミスしたとこにつかさず攻撃火力を送って、こっち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 で、ちょっとあの人影ゲーするか。一旦ここ外しといて、その人展開取ってくんのか。強気に受けるしかない。カウンターでゴリラするか。貫通とりあえず無理やりさせて、なんとか強いて、おいおい、もう無理やり展開取るしかないこれ。はい、2人分の影で、はいはいはい、俺が地獄体制にしたいよ。はい、地獄地獄地獄したもん勝ちこれ。あー貫通も受けるしかないこれ。受けて、はい、おい、地獄したもん勝ちだこれ。おらおらおら、はいはい、さあさあといった。ただバッチ 75% か。地獄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 、はい地獄、よし来た地獄来た。よっしゃ、いやーこれ勝てたの、よかったな俺。いやーこれはかよく頑張ったな。これ勝てたのはでかすぎるわ。相当ゴキブリ、ゴキブリしたからな。いやこれすごい、この試合すごいぞ。これもう超究極、余裕で動画化いるレベルだな。やっぱりウイショウタくんだったな。こういう固定のウイショウタくんだったわ。よし、なんとか最後地獄に持ってきてたのが。いやー展開の取り方も良かったんじゃないかな。神プレイした気がするなこの試合な。バチョンは最後